こんにちは、新酒読書会の宮沢です。今日もワインの話の続きをしていきたいと思います。先に告知なんですが、メルマガ登録を募集しています。よろしければ説明欄のリンクのところからご登録ください。あと、チャンネル登録、グッドボタンも良ければお願いします。あと Amazon と楽天のリンクが貼ってあるんで、一度踏んでいただいてお買い物していただくと何パーセントか紹介料が読書会に入りますんで、ご協力いただければと思います。今日は説明文のところを読んでいきます。114ページ。ワインはどんな酒？ワインは降る星のごとく、数多くの酒類の中でワインほど種類の多いものはない。ワインには星と同じように無数の銘柄があるが、明るく輝いている有名な星や星座だけでなく、専門家ですらよく知らないような星が多いという点でも、ワインは星に似ている。無名の星が有名な星より雑にできているからというわけではないのと同様に、ワインの知名度が低いことが即低品質にはつながらないし、逆に小さな星ほど丁寧に作られているわけではないのと同じく、地酒のように規模の小さい手作り酒が高品質でお買い得ということもないのである。これについては後で詳しく説明しよう。いずれにせよ不良品でない限り、どのワインにもそれぞれの存在価値があり、それを必要としている人が飲んでいるのである。ワインをビールに比較すると、ワインの多様さは原料として新鮮なブドウ果実を使用するところから生まれる。わかりやすいようにビールと対比してみよう。大麦、麦芽など乾燥穀類を原料とするビールは、年間を通じ原料に不足することもないから、多額の資本を投じて大規模で完備した、設備を作っても十分に採算が合う。いや、むしろその方が高品質のビールを低価格で大量に供給できるのである。例えばイギリスでは現在年間600万キロリットルのビールを生産しているが、醸造所は121しかない。大規模化の始まった150年ほど前には5万を超えるほどだったのだが、生産量は現在の5分の1程度でしかなく、しかも品質は現在の方がはるかに優れている。ビールの歴史の浅い日本はさらに規模が大きく、34の醸造所で500万キロリットル生産しているということです。まあ、これは、昭和62年の話なんで、だいぶ30年以上前の話ですけども、ビールっていうのは大規模醸造で大量生産できるんですね。ということです。これに対してワインの場合、年1回収穫されるブドウは保存できないし、遠方へ輸送するのには品質が大幅に低下してしまうので困難である。したがってよほどの条件が揃っているところでなければ、大規模な醸造所は作れない。650万から700万キロリットルのワインを生産しているフランスでは、ブドウ栽培所の所帯数は100万、イタリアでは200万に達し、その3割程度は自分でワインの醸造までしている。この両者の数字を比較しただけでも、ワインの多様さが理解できるだろう。さらにワインを多彩にしているのは製造法が多様なことである。ブドウは果実をそのまま食べても美味しいし、完全に発酵させてごく辛口にしても美味しい。また発酵をどの段階で中止させても、もし安定した状態を保っているならば、それなりに美味しく飲めるのである。このようなことは他の酒では考えられないということです。まあ、ワインの場合は、輸送できないんで、まあ、地産地消ってことですね。フランスではブドウ栽培所は100世帯、イタリアで200世帯ぐらいあると。で、その3割ぐらいは自分のとこで、ワインを作ってるってことですね。で、製造法が多様であると。そのまま食べても美味しいし、完全に発酵させてもいいし、まあ、発酵途中でやめても美味しく飲めるということです。ワインの性格を決めるものは、同じような醸造法で作られていても生まれるワインの性格には大きな差が出る。まず気候、ここでは単年度でなく平均的なが、果実の糖や酸の含有量に大きく影響する。
また水分や養分の保持性や構成成分によって土質もブドウの性格を左右する。さらに気候や土質はその畑に適するブドウの品種の選択にも影響するが、どの品種を栽培するかがその畑のワインの性格に大きく関係する。同じ品種でも性質は気候条件や土質によって変わってくる。それに加えてブドウ畑の地形も日照時間や霜や風の条件を通して果実の品質に関係する。以上は主に自然条件だが、人為的な面では栽培の方法や、実らせる果実の量も関係するし、栽培技術や栽培する人の心構えが品質に影響するのはもちろんであるということですね。まあ、気候が重要だと。まあ私の住んでる長野県の北部の方でもですね、なんかワイン醸造所がたくさんあるんですね。あるっていうか作ってるんですね、今。あの行政で後押しして、なんかワインバレーにするみたいな感じで、地元のワインを、作って、なんかね、やる人を募集してる感じになってますけども、まあ、あとはね、日本で言って山梨がね、有名ですけど、まあ、なんかテレビで見てたら、結構乾いた土地の方が、ブドウが、なんていうんですか、水分を求めて、なんかね、ブドウの実がこう、水分を蓄えられないんで甘みが強くなるみたいなね、なんかそんなようなことやってましたけどね。糖分がね、糖質が高くなって、で糖質の高いブドウだとなんかいい美味しいワインができるみたいなことやってましたね。だからなんか盛り土してですよ、そこに育てるとなんかこう水はけが良くなるから、まあいつもその水不足状態にしとくわけですね、ブドウの木を。そうすると実の方に糖分がなんか凝縮されやすいみたいなことをなんかテレビで見ましたけどね。だからまあ土質とか、まあ気候によって、あとはまあブドウの品質によって、果実が変わってくるということです。まあそれと人為的な面ですね、あの育て方で変わってくるということですね。で続きです。ワインが他の酒よりはるかに産地や畑の名にこだわるということが多いのは、以上に記した書院誌によってワインの性格が影響されるからで、産地や生産者独自の個性を主張するワインでは産地名は欠かすことができないのである。しかし誤解のないように言うが、産地の個性を主張しないワインは安物でまずいということではない。これについては後のワインを整理して考えるとの項で詳しく説明する。以上、ブドウの性格には気候、土質、品種、地形、栽培法の5つの因子が影響していると記したが、生鮮な果実を使用するだけで、その年の、生鮮な果実を使用するだけに、その年の気象条件、日照量、気温、降水量、及びその時期にも大きく影響を受ける。ワインでは収穫年、ヴィンテージと呼ばれるが注目されるゆえんだが、後述、するようにワインを買うときにヴィンテージにぜひ注意しなければならないものは、全体から見ればごくわずかなのである。良いワインは良いブドウからという有名な言葉がある。しかし、これは必要条件であって、醸造技術が劣っていればせっかくのブドウが台無しになってしまうから、醸造技術の優秀さが求められるのは当然である。醸造技術を大きく分けると、科学が発達し醸造メカニズムが解明されるはるか以前から試行錯誤を経て名声を築き上げてきた伝統的な醸造技術と、近年大きく発達した科学と技術に裏打ちされた近代醸造技術とがある。両者の特徴についても後に譲ることにするということです。まあ、ヴィンテージワインっていうのはありますね。その収穫、ワインの収穫年でなんか決まってくる。ね、なんか年代によって美味しいのと、当たり年と外れ年があるみたいなほど、まあ、聞きますけども。まあ、そんなことを言うのはごく、全体から見ればごくわずかであると。まあ、基本的に、ね、家で飲むようなワインは、
まあそんなに何ですか、まあそうは言っても醸造技術がしっかりしてりゃそんなに品質毎年変わらないってことですね。でもまあ、でもブドウの出来不出来はあるんでしょうね。だから出来のいい年と出来の悪い年はどうしたってね、お米だってありますからね。今年なんか日照不足で、米でも野菜でも果物でもなんかいまいちだって言いますね。ということですよね。ということになっちゃうってことですね。まあ、生鮮食料品ですからね。ブドウもね。ということです。まあ、今日は、ワインの話は、説明はこの辺にして、ワインの、形容の仕方ですね。そっちの方も、また続きを読んでいきたいと思います。サトル&グレートリッチネス。繊細な香りと豊かなコク。ボルドーのワインほど強い個性はないが、しかし好ましい微妙な香りがあり、肉付けが素晴らしく豊かなワインの褒め言葉。フランスではコート・デュ・ローヌのコクのあるシャトー・ヌフ・デュ・パープなどのワインの味わいがその代表例。オーストラリアのブドウの品種シラズ州から作られる高級ワインなどもこのタイプです。シャトー・ヌフ・デュ・パープっていうのはフランスのローヌ川流域南部にある代表的なブドウの栽培地区ということですね。まあ、強い個性がなくても微妙な香りとコクがある、そういう肉付きが素晴らしい豊かなワインの褒め言葉ってことですね。肉付きが素晴らしいって言うんですね。どういう感じを言うんだか私は分かんないんですけども。まあ、繊細な香りと豊かなコクってことですね。そういう形容の仕方をすることがあると。で、続きです。インテンス、アロマティック、ロッツオブボディ。強く華やかな香り、しっかりとした厚み。白ワインは赤ワインに比べ一般に若い間に楽しむタイプが多いが、中には年代を経た素晴らしい熟成果を楽しむタイプもあります。このようなワインは酸味も十分にあり、骨格のしっかりした強さが必要。樽で熟成させる白ワインの代表的品種、シャルドネから作られたワインなどが代表例。ドイツのライン・ガウ地方の伝統的なワインの品質を守るために、最近発足したカルタバインも熟成により風味が一層向上するタイプ。厳格な品質、カルタバインというのは厳格な品質を規定した辛口のワイン。ってことですね。ボディって言うんですね。厚みのこと言うんですね。ロッツオブボディ。ボディ。たくさんのしっかりとした肉付きがある。厚みがあるってことですね。厚みがありますねってね。厚みがありますねってたまに言いますよね。なんかね。厚い手ですねとかね。厚いって厚みがある。なんか将棋とかで言いそうですけどね。ここは厚い手ですねとかね。ボディがあるってことですね。肉付きがしっかりしてるみたいな、ことなんですね。まあ、インテンス。だから強く、アロマティック。アロマっていうのは、アロマとかブーケっていうのは香りのことですね。強くて、華やかで、厚みがあると。まあね、人間の文章とかでもね、この、まあ、文章の感じで、この文章は厚みがある文章だとかね。まあ、人によってね、やっぱり文章の、なんて密度って違いますよね。まあ、ワインを例えるね、まあ、文章に例え、まあ、文章で表現してるもんですから。まあね、コラボとか書いていただいても、まあ、みっちり書く方いますよね。改行度少ない、一文が長いみたいな文章を書く。で、なんかやたら形容詞が多いとか。そうすると厚みのある、文章だなって感じですよね。で、まあ、大体ですよ。今ネットの文章ってそんなにずらずら文字が並んでるってことないんで、まあ、改行で芸能人のブログ、
なんか見てりゃね、6、7行ぐらいしかないわけですよね。だからまあ全然、まあ、軽やかで薄いってことになりますね。薄いブログだなっていうね、内容スカスカだなみたいなね。そこになんか華やかな香りもしないしね、豊かな国も繊細な香りもしないと。まあ単にピチピチと息の良いね炭酸水みたいなもんで、まあなんですかね、まあ6、7行で5、6行で書くってしたらやっぱりね、まあブログ、芸能人のブログなんか見てるんで、大体あのキャプションみたいな文章が多いですよね。なんかちょっと文字があって、なんかね、自分の写ってる新しい買った捨て場商品のなんかね洋服とかバッグとか見せてんだかなんだかじゃないですけど、まあそんな感じですね。なんか出かけてるとかね、なんか食べてるとかね、でまあスカスカですね。それをなんかね、あのもう1500文字ぐらいバーってね、開業なしでみっちり書いてる人いたらね、まあ読まれない、まあ読まれないっていうか、まあ有名な人だったら読まれるでしょうけど、そんな厚みのある表現は、まあ、ネット上ではあんまり求められてないっていうか、まあ一部ね、そのなんか政治とかね、哲学について語ってる人だったらそのぐらいみっちり書くでしょうけど、そんな厚みのあるものは、まあ、やっぱ目が疲れますしね、スマホなんかで見るとね、文字を追うっていうのはね、まあインスタグラムなんで、まあ文字ないですしね、まあ文字あるんでしたっけ、私も使ってないからわかんないですけど、まあツイッターぐらい、ツイッターだって140文字みっちり書いてればね、熱いツイートだなって思いますよね。でまあちょっとね、気の利いた軽やかな感じで、まあうまくまとめるとかね、まあ考えますよね。まあやりとりがね、やりとりの応酬があるんだね、リプライし合うんだったら短くてテンポのいい感じでリプライし合えばいいんですけど、なんかまとまって書くっていうのはあんまりネットに向いてないような気がしますけどね。で続きです。アンユージュアル、馴染みのない香り。馴染みのない香りにも良い香りと悪い香りがあります。好ましくない香りの出所は腐敗か腐敗した果実ですね。不潔な醸造環境からなる不純物の混入、傷んだ樽などから来る微生物汚染などが原因です。稀に収穫時に匂いの強い植物が混入した場合などもあります。実際ごくたまに生臭いワインがあります。カルベネソーヴィニヨンなど特徴のある草花、草の香りの主体はアルコールのヘキサノールですが、酸化するとアルデヒドのヘキサナールに変わり、これが生臭さを感じさせることがあります。これイラストにはワインの中に金魚が泳いでるイラストが描いたんですけども、まあ、生臭いワインっていうのがあるんですね。だから不潔にしてるとまあまずいってことですね。よくね、ビールサーバーもよく洗わないとなんか菌が繁殖してね、ビール臭くなるって言いますよね。居酒屋のビールサーバーとかね、美味しくないってことですね。なんか変な匂いするってことですね。まあそれと同じように、まあ醸造過程で他の植物が入っちゃうとか、まああとは樽が傷んでるとか、まあ腐ったような匂いがすると、まあそういう時馴染みのない香りがしますねって言ってことですよね。嫌味ですよね。アンユージュアル、嫌味な香、嫌味ですね。馴染みの、私には馴染みのない香りがしますってね言うと、まあよく言いますけどね、なんかね、一口食べて好きな人は好きでしょうねっていうね、好きな人は好きでしょうねって、私は苦手ですっていうね、かっこ私は苦手ですってことになりますけどね好きな人は好きでしょうねっていうと、まあ角が立たないですよね。だからこれなんか生臭いなと思ったら、うん、馴染みのない香りがしますねって言って、あともう飲まないみたいなねいうふうに釣れやいいってことですね。
それをね、なんか、このワイン金魚が泳いでたんですかとかね、言うとね、角が立つってことですね。そういうことがあるということです。まあ今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。